アルノルフォデカンビオ、バザーリ、画家、建築家、彫刻家列でよりアルノルフォデカンビオは、フィレンツェの彫刻家、石膏。当時、中央イタリアを代表する巨匠として知られ、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂の最初のプランを計画したほか、いくつかの建築が彼の手によるものとされる。彼の経歴で知られていることは少ない。アッシジのサンフランチェスコ聖堂を立てた。 ドイツ人ヤーコポを父とする資料もある。また、ジョルジョバザーリは、ラーポディ・リチェブートの子であるとするが、これは明らかに間違いである。また、1289年に整備されたサンジョバンに、広場の交渉を頭として記録されているカンビオディジョバンニを父とする説もある。1266年には、ニコラ・ピサーノの女子となり、 1294年には大聖堂建設の交渉頭に任命されている。少なくとも1280年頃までにはフィレンツェ随一の交渉として有名であった。1300年に建設されたサンタクローチェ聖堂も彼の設計によるものとされる。実際にサンタマリアデルフィオーレの初期のプランはサンタクローチェの平面といくつかの類似点が指摘されている。ありがとうございます。